ティーバーです。レオパンです。よろしくお願いします。今日はなんだなんだ、クソ、クソすぎやろ。なんて臭い、待って、クソ、お前臭い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 、ほんまに、ほんとにやめて、正直に、正直に、正直に、お前臭い、お前臭い、お前臭い、やめろ、こんな臭いのは聞いてない。言って、いや言ってない、こんな次元爆弾さ、言ってもらっていい、ほんとに急にじゃなくてさ、一回言ってもらっていい、一言でいいから。やめよ、やめやめ、うん、これ撮んのもやめるし、うん、もう友達もやめよ、全部やめよ。はい、ということで今日はなんだ、なんだ、めいちゃんのめいちゃんのひねちょこフォレスト、ひねちょこフォレストなめあの日です。というわけで私たちは今、はい、名古屋に、名古屋にも今からですね、はい、どこに向かうかというと、はい、本日の会場であります、はい、ジップ名古屋に向かっております。久しぶりー、ジップ名古屋、ラブラの聖地、ラブラの聖地、もうね、私たちは名古屋から始まった人って言っても過言ではない。声を大にしては言えないんですけれどもね、はい、前回のね、前回というか、はい、12月のですね、はい、神奈川の方にも行きましてね、はい、2回目ということで、ね、今日はね、両部なんですよ。ええー、あの時はね、一部しか一部しか行かなかったけど、はい、今回、はい、正番がね、言ってやってくださいよ。正番がなんとですね、ちょっとここでね、炎上覚悟で言いますけども、言ってやる、言ってやる、まあ、炎上したって別に今日の一部は、200番台、まあ200後半くらいだったか、はい、2部がですね、なんと言ったれ、スギリパンさん、とネオさんの正番がですね、なんと、はい、1番と2番でーす。やばすぎ、ワンツーフィー、マジでやばい、特定マジでやばいよ、本当にやばいよ。生まれて初めて1番と2番、うん、2番もあんまりないんです。だってマジさ、もうあるかないか、一生のうちにさ、あるかないかぐらいのさ、多分分かった瞬間電話くれて、いや鬼でしたもん、ね、自分も休憩中に見て最初見えなくて、数字がえ、なんじゃんと思って知ったね、関根みたいな、どういうことみたいな、どういうことと思って、リオくん見たら、いつ見るって書いてあって、電話してたの、次はこの興奮を今伝えねばと思ってそうね、伝説だと思うよ、多分、うん、今日もう最初で最後、一番二番だって、これでさ、名古屋でよ、うん、しかも新年一発目のさ、ライブでさ、とんでもねえよ、とんでもねえもんのことだな、とんでもねえ額のお年玉だ、これ本当に、まあ、ルールを守ってね、楽しく、うん、そうですね、はい、九州から、うん、待機列があるので、それに向かって今歩いております。なねななちゃん人形がありましたけど、ネオパンはしれっとするしました。ほんとだ、なねちゃん人形の下取ってくればよかったね。もう普通は取ってくるよね、帰りだべ、帰り、うん、帰りも帰りさ、やばかったよねってさ、するしそうだけど本当に数万やばいって言わないんだなって思ったのが、でどのさ会場にも1番と2番は存在する、絶対いるね、うん、でもさ、正解正解1番と2番だったって言ったらあんまりなくない、やばすぎて言えないんだろ、言えないと思う、だからもう特定されちゃうからね、うん、そういうことって、私たちは声を大にしています。1番2番です、イエーイ、もうちらマジでめっちゃ汚いオープニングだからね、したっていう、お前正直に言ってたらお前やめよう、朝から来た、やばかったのオープニング、一応クリーンチャンネルでやってる、そうそうそう、とか言うなんかあんまり言わないよね、だって、うん、この二人が言わないでほしくない、言わないでほしい、本当にライブ中本当にエコーな人はすごい、そう、なんか2人がよく行った ROC の時にシンさんだよね、シンさんの何だっけかな、めっちゃ飛んだの、そう、え無理かもってなって、お前ダーリーのですよね、素晴らしいセーブ、あそう、それの時にちぎりパンがもう途中でちょっと待って、ここ取っといてとか言って、次のためにイヌくんだったから出てくるのが、そう、今行かないと飛んだらね、全部ね、で出る出るからネオンさんに取っといてここってみたいな、だから私さ2人分取らなきゃいけないからさ、こうめっちゃ足広げてさでもさ飛ぶじゃんみんな、そうそうそう、飛べみたいな、ちょっとおかしい飛び方ちょっとおかしい飛び方でもさ、あんまりにもさ飛ぶとさ、ほらなくなっちゃうじゃんスペース、だからなんかお調節みたいな、そう、開演する前の場所とかがダメだと思う、いやそれはそう、後からゴールとか知らないし、うんうんうん、こっちからさ、慣れなお前、そう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 、カフェには行かずにポケセン、そうポケセン、じ
ジャージがジャージがやってる入れなかったんだ。あ、そうだ。全部新商品が出るから。あ、そうだ。なんか抽選だったよな。そう、クソとなって、赤レンガ倉庫のあれって言って、頑張って。別にそう、イルミネーションっていう言葉だけに惹かれてたんだなっていう、うん、そうね、思わなかった。なんかさ、イルミネーションで撮りたいねみたいになったじゃんか。うちらにはあのよくわからん電飾かお家だったんだろうね、あの工事現場。そう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 よ、あれで十分だったのよ。うちらだったら十分だったんだなって思って。たので並びます。また後で回すので、バイバー。今こちら買い終わって、お部屋さんに来ました。これ見て、でかい。昼間から行って、やばいよね。私はかわいい。じゃあ行きましょう。チアーバル公園からのル公園なので時間がないってことで、ネオパンがついたということにしました。ここからはね、あのババアだから出て、こちら体力つけましょう。お肉つけて、そうガソリン飲んで、イエーイ。あ、ピザ来た、ピザ来た、ピザ来た、ありがとうございます。ピザお持ちしました。はい、どうもください。うまそう。27歳だったやばいよ。考えたくない。言うな、私の話はするんです。誕生日撮ったときに、そう、なんでもないこういう動画ってみんな理解しない。めっちゃ見たことない。客観的に見ることないご飯食べるの、うん、だから見てるんじゃない、うん、全然ご飯で教えてください。皆さんこれっと食べる、ちょっとね、もうちょっと食べて尿管を行動したいと思います。一部終わりました。ちょっとすいません、トラブルがあって、あのトイレ探してて今、あと電池切れました。やばくて、なんかとりあえずやばくて、あんまり触れるとやばくて。え、まだあるやん、ここ。トイレすごいです。あ、ビッグドンキあったで。最強じゃんな、ビッグドンキ。終わったよ。あ、ゲーセン、ゲーセン、まあ、ゲーセン、ボンド、ボンド、ボンド。あんや、かわいい、あんや、かわいい。ちょっと待って、やばくなかったですか。え、マジでよかったです。え、なんか、トイレも終わって、なんか前髪巻くスペースあったんで前髪を巻いていたところ、なんとなんとなんと、レオパン初、はい、視聴者さんに声をかけてくれて、あの銀行をね、いただいたんです。ありがとうございます。本当に申し訳ないです。日本とか日本ともくれたって、本当に心は温まる、はい、ね、一個円目だった、ね、しかも向こうの方からね、話しかけてくださって、朝も話しかけてくださって、事実はね、動画全部出てます。なんか頑張ってきたから、本当にありがとうございます。また後で改めてね、あのお礼のね、動画を回さない、落ち着いたところで、そうなんか、まあ、早急に今回すっていう。ありがとうございます。大事にします。私もね、もらったんで、この中に入ってます。入ってる。残すところ1個円です。はい、ね、夜の部、2部ですね。はい、今並んでますので、今からもうじきね、入場するので、ここで待っていきたいと思います。あと、ペンライト落としちゃってごめんなさい。すいません。うん、もう、ガシャガシャ。もう、老害老害。終わりました。終わりました。無事2部門どうでしたか。もうね、やばいよマジで。何がやばかった。すべ、ね、てが尊すぎて国で保護するべきだとね、私は思った。世にはね、一人で放ってはならぬ。ならぬな、さすがに。何ピロタルトも傷ついてはいかぬ。あれいかぬ。ダメダメ。2列目とか3列目はそれより後ろ、うん、まあまあいろいろあると思うけど、はい、やっぱさ、全体って見えないじゃん、どうしてもこう、うん、そうだね、下から上とか、うんうん、足のつま先から頭のてっぺん、はい、つむじ、はい、なじもう全てが見えたわけよ。変態みたいなこと言ってます。ごめんなさい。でもこんなもんでしょ、終わった後もなくなって。そうだよ、そうだよ。めっちゃやばかったの、本当に。怒っちゃう、めっちゃ漏れてる方見て。漏れてる、わかんない、前髪がクソ。私の前髪があんなにギリギリに巻いた、あんなギリギリに巻いたのに、結局もう新曲やられてる。だから本当に、はい、もう声を大にして言いたい、はい、国で保護しよう、わしは。
推ししよう。今日の結果、はい、いい推しの日っていうのは作った方がいい。それは2人で話し合った結果、その日は、うん、みんな推し活する。あ、それだから休んでもねえし、仕事も休む。あ、もういい、何も文句じゃない。そうそうそう、そういう祝日があってもいいんじゃないかと。推しがね、社会人のために。そうだよ、どこに行ったっていい。いい推しの日割り。そう、どう、いいね、いいね、推しの日割りべき。アニメーションとかいいんじゃない。うわ、最高。航空券とかもさ、ああね、悪い、電車とか新幹線とかさ、いや、いいね、いいね。そういう結論に至るぐらい、はい、もう3部まで見てきた。何がね、綺麗って、首がすごい綺麗だったの。綺麗だった。首ってすごい肌の質を出すんだね。そう、そうよ、そうよ。例えばこうちょっとカッとさ、シャシャッとさ、あ、つまり首がすごい綺麗だったから本当に肌が綺麗なんだなってすごい思った。肌強そうだね。でもなんか、うん、高カロリーなもの食べてもさ。そうなんだ。すっきりケアしてないんでしょ。肌くれ。もうなんか、はい、2部がさ、特にさ、こう、うん、始まる前がちょっと押しちゃってたから。そうだね。でもなんかその隣にいたそのメンハメの人もなんかすごいめちゃくちゃいいお姉さんかったですね。そう、優しかったね。なんか初めてのメンハメの友達ができたんですよ。おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。声かけてもらったのもね、もちろんあるんですけど、メンハメの方とのね、あのこうつながりっていうかね、もうなんかすごい今回あってすごい良かったなって思います。最初にさ、全部の動画見てますって言ってくれた子たちもさ、そう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 、なんか本当にもう頑張って涙が出る、ね、頑張ってきてよかったって思うしさ、もうやっぱり名古屋っていいなって。名古屋いいね。思いました。みーちゃんも名古屋好きだったしね。顔キュルキュルしすぎ。赤点やん。赤点やん。バブだよ、バブ、うん、バブ。だからやっぱ国で保護しないと。危ない。バブだから。バブだから。これ世界規模で狙、世界規模で狙われてるよこれ。特に今日は5歳児だった気がする。なんで高級。あれだけだけね、やっぱちょっと26歳でした ね、うん、ね。全部で3公演で、うちらは3公演さ、同じさ、まあ、ちょっと違ってもらったんですけど、曲を聴いて、うん、同じ映像を見ても楽しいし、うん、3公演とも泣いてるってやばいでしょ。普通に考えてやばい。泣くってみんなが思うその、それないよ、ね、うん、なんかうるるんだよ、うるるぐすぐすじゃないんだよ、うん、もう終わった瞬間にマスクビシビシです。もう体の水分とかないと思う。ないない、ない。すごい良かった。どうでしたか。言葉にできないっていうのが本音で、 あんな近さでメイちゃんを見たことがないじゃん。なんか話し会はそのパーテーションというかあるじゃん、はいはい、あれ越しだったし、メイちゃんだぐらいだったけど、うん、今回あのサイズやって、うわっメイちゃんだみたいな、やっぱキャって言っちゃったもん。言っちゃった、うん、歌がうますぎる、本当うますぎる、本当に。なんか面白いし、感動するし、うんうんうん、オープンだデコデコ恥ずかしい。うちらのデコが丸め。今日という日で、いろいろなメイちゃんを待たせることができたかった。確かにね、あったな。日々の行いを考えさせられる。こんないい思いをしたんだから、私は本当に日々頑張らなくてはいけないから奮い立たされるから、自分の。本当にそう、理不尽なことにも負けてる。大変に行かなければいけないと思う次第です。耐えれないことは耐えなくてもいいんだけど、そうね、早めに頑張ってまず完成するんだね。そうだね。ナナちゃん人形にしたとこ取ってこ。女神のみんなすごいね。可愛らしくのでかかったんじゃないかな。そうだね、今回ね、うん、めいちゃんも楽しそうだったね、やっぱり、うん、スポーツがあるっていうのがやっぱいいよね。安定に今日も何も入ってなかったね、はい、ちなみにね、今日も髪の毛はね、もうリボンがほどけちゃってるんですけど、皆さんが作ってくれたピンク、ピン去年のね、今頃と同じ髪型で。そうですね、毛も伸びまして、毛も伸び、2人して毛伸びたね。毛伸びたんですよ。毛伸びたけど、ネオンはちょっとハギに近づいてきてるから、抜け毛や、抜け毛やばいから。2023年、はい、きっといい年になるんじゃないかなと思ったライブでした。はい、これからもね、したいなと思います。思えるライブだったし、応援していこうと ね思える。もう東京ドーム連れてってほしいです。言っとけ言っとけ、東京ドーム連れてってほしいです。東京ドーム一つめいちゃんが見たいです。わ、それは全メンハメが思ってると思います、うんうんうん、なので、コツ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 頑張ってください。頑張りましょう。またね、楽しみにしたいと思います。本当だね。この動画は続き動かすけども、はい、缶バッジがあるのでね、はい、また、まあ、ちょっと駅に着くので一旦切りたいと思います。またね。缶バッジ開封だわー。
行くわよ。あ、また持ちのままいいでしょ。